いやー、ついに実装されたぞ。あの最強の技が、皆さんが思う最強の技何ですか？五条悟の巨色紫、スクナの福も見ずし、マコロの大魔の剣とか、もういろんな最強があるんだけど、俺が思う最強の一つ、それは全てを破壊し尽くすブラックホール。もう最強だと思うんだよね。なんでかって俺まで破壊するから。チェルです。今回も呪術廻戦の世界やっていくんですけど、今回はフルパワーつくもゆき。つくもさんの力をね、だいぶ前に一回やったんだけど、なんとそこからめちゃくちゃアップデートがねされてると。最強の技の一つブラックホールをはじめ、あの領域展開も追加されていると。さあ、ということで早速この術式チェンジャーを使って、つくもさんの力を選択していくか。今回も俺は最強を目指すぞ。オッケー、ボンバイエ。さあ、この力を駆使して、今回の目標としてはこのボンバイエの力を極めていきながら、賢者とスクナを倒していく。じゃあ早速このボンバイエをまずは 30% でいくか。この状態でからのガルダちゃん呼び出して、オッケー、共に頑張ろう。この式神と一緒にね。あとガルダちゃん殴ってもらって、おお、いいね、ガルダちゃん。あとは俺がボンバイエ 30% ぶん殴りで OK 倒していく。さらにこいつを武器にして、振り下ろし攻撃をぶつかることもできると。武器にできるからな、ガルダは。あとはね、進捗にある通り一級になんないとね、さらなる技使えないから、まあ、とりあえず序盤はサクサクいこうかな。まずは呪霊狩りだ。そろそろいいんじゃないか。オッケー、呪霊狩りの結果2級まで来たぞ。まあ今の2級呪霊もね、簡単に倒せるから、こんぐらいはもうあると。 30% ボンバイエでもうめちゃくちゃ火力高いわ。これは 60%、100% が楽しみだな。なんだあいつ、うわちょっとキモいやついるぞ。ただこいつは、うわははもうほぼワンパンだ。 30% で160ダメージか、えぐいな。よいしょ、それならちょっと夜向かおうかな。さらなる強敵を求めて、スクムーキの力がどれだけ強いか気になる人はぜひチャンネル登録、高評価お願いします。新たに追加された領域展開とブラックホール、どんぐらい強いんだろう。スタイルになったぞ。ということで一旦ボンバイエを 60% にしようかな。でね、ブラックホールはな、特急になってから使えるから、早くちょっと特急目指したいな。もうここら辺とかはさすがにワンパンだな。もうそれなら準1級なめくし。さあ、振り下ろし攻撃貯めて、さすがにワンパンでき、あー、ワンパンできないな。普通にこれ油断するとまだ2級だからやられちゃうかもね。ただ、さすがに余裕か。おー、パンダじゃないか。2級の時点でどれだけ強いか試してみるか。一旦じゃガルダを普通に出して、さあ、こうして戦っていこう。まずは強攻撃貯めて、ボンバイエ 60% の強攻撃をかましていく。半分削ったな。さあ、最後ガルダで、オーケー、ガルダ強いな、結構、やっぱり。最近、おほ、犬巻だ。いや、準1級いけるかな。やってみるしかないか。さあ、まずはぶん殴って、地獄来るぞ。いや、来た、行って、ぶっ飛べ。振り下ろし攻撃を貯めて、いや、めっちゃ避ける。近づいてこい。動くな、やばい。せっかく貯めたやつがめっちゃ振るの遅い。これ、貯める時間ないな。貯め技もしたいけど、できれば近づいてほしいが、オーケー、入ったぞ。さあ、あと普通に殴っていきたい。オーケー。いや、呪言が強え、普通に。まあ、準1級は余裕か。そして俺も準1級になったぞ。さあ、もう少しで、ガルダシュートが使える。それならもう渋ってでもしょうがないし、ボンバイエ、100%! ついにマックスだ。これでやっていこう。なんだ？おは、一級じゃないだ！早すぎるぞ。ただ、振り下ろし攻撃で構えて、どこ行った？あいつ早すぎて、マジで見失っちゃうんだけど。いやはどこ行くの？ここ！やべ、ちょっとあんまうまく当たんなかったな。狙いすぎたか。しっかりもう一回貯めて、来たところを俺は、当てていく！オーケー！ちゃんと根元で当てれば、ワンパンだな、ほぼ。さあ、このままちょっと強い呪霊を倒していきたいぞ。振り下ろし攻撃を当てていく。さあ、結構いいダメージ。回帰上がればもうワンパンだな。何消えた！やべ、一級呪霊ってなるとね、多種多様なんだよね、技が。こいつは消えるのか。なんだ？びっくりした。なんだこれ？ハサミだ！これは、出た新しい呪霊。草木女だ、一級呪霊。やばい、このハサミ厄介だな、この攻撃動けなくなってしまう。ただ普通にこれ壊すこともできるからな。やられる前に壊せば大丈夫だ。あとは適当にもう普通に倒していく。さあ、振り下ろし攻撃をかまして、さあ、いいダメージ。あとはもうぶん殴っていく。オッケー、余裕だな。まだ準1級だけど、これもういけんじゃねえか、もしかしたら。さあ、特級呪霊、やーついけるんじゃないか。もうさあ、振り下ろし攻撃を当てていきたい。オッケー、当たった。で、結構飛ばすんだよな、つくもさん、火力高すぎて。だからちゃんと見失わないようにして、さあ、もう一発振り下ろし攻撃を。さあ、これ間近で受けてもう耐えていく。そして、ぶちかまして余裕すぎるぜ。これが、ボンバイエ 100%! さあ、あとは一級呪霊倒して、あいつも新しいやつだ。ゲートがね、使ってた、あの村を燃やした、呪霊だ、森。しっかり近づいてから、ぶちかましていく。まだ溜めずに撃てば OK。さあ、これで一級だ。そして、ガルダシュート、ついに来たな、ここまで。このガルダシュートもね、めちゃくちゃ強いんだよな。この武器にしてるガルダを、弾にして、さあ、置いてからの、シュート、ぶちかましていく。そしたら、建物一軒なくなりました。ガルダ、いいな。てか、ガルダもう散々だよな。武器になったり、蹴り飛ばされたり。さあ、さっくりと特急行きたいから、どんどん特急倒していこう。じゃ、早速使うか。さあ、弾にして、さあ、あの女の子に向かって、ガルダシュートぶちかましていく。さあ、どうだ。おはははは、いい削りだろ。やっぱワンパンまではいかないか。特急だったからだな。オッケー、めっちゃ飛んでったな、でも。さあ、果たして、特急、もっと強い特急いける
るのか。また花見を振り下ろし攻撃。いやーまだ3分の1削るか。結構大変だ。やべ、くげだこれ。避けられるか。さあ距離離して、距離離せば大丈夫か。さあガルダシュートぶち込んで、どこ行った。いたいたいた、ぶち込んでいく。さあどうだ。オッケー、いい削りだな。さあどっちも同じぐらいだな、火力的には。振り下ろし攻撃とシュート。さあ次こそしっかり当てて。オッケー、打たせないくげは。さあ結構これで強くなったんじゃないか。よーし、特急まで来た、ついに。そしてあるぞ、ブラックホールが。そして特急にもなったから、領域展開も使えると。いや、いいね。さあ、これでようやく本番だ。領域展開、ヨアの明星。これがね、結構強いんだよな。の前に、やっとね、ブラックホールが使えるから、ちょっとどんな感じかかましてみるか。もう使い方は簡単よ。ボンバイヘを長押しすると。さあ、こんな感じでどんどん溜まってって、100% からの、やばいやばいやばい、うわぁ、めちゃくちゃ急激に上がってく。そして、ブラックホールを発生させて、そして俺は死ぬ。やばくない最後。314万%。果たして、現場はどうなってしまったのか。さあ、うわえぐい。見てくれ、この、クレーターを、すべてを破壊し尽くす。これがブラックホールか。あとであれだな、つくもさんが戦ってるところを見たいな。遠くから。ちょ、自分で、撃ったブラックホールは何が何だか分かんないから、あとでちょっとつくもさんが戦ってるところも見たいな。ただ、まずは一旦俺が使っていく。さあ、じゃあちょっと領域展開も使っていくか。よっしゃ、ダゴン。戦ってみるか。まずは、変身させて、あとは振り下ろし攻撃でダメージアペックス。ダメージをめっちゃ上がってるわ。200。そしていくぜ、領域展開、ヨアの病状。さあ、オッケー、押し合えていくか。まずは一旦な。ただ振り下ろし攻撃かまして、さあ押し勝っていく。見てくれ、これがつくもさんの領域展開。次があるわ。重力でこれ重くなって動けないのかな。全然動いてこないわ。もう全然動いてこない。動けないままダゴンもこれで倒していく。オッケー、いや強いわ、ヨアの病状。さあせっかくだからちょっとおっこつくんにも打ってみるか。さあ一回ぶん殴って振り下ろし攻撃をかましていく。ただの領域展開、ヨアの明星。さあ閉じ込めて。やっぱり動けなくなってるわ、このヨアの明星。重力が重すぎるか君には。いや、あれ15万打ってくるか。さすがに動けないなら遠距離で。ただあとはもう一方的に殴るだけ。もう安全な距離から。やべえ、領域展開強え。このシュートでやばい、なんか溶けちゃった。なんだこの距離感。てか俺やべえ、そういえばボンバイエ 0% だ今。 30% すら使ってないぞ今。しっかりね 100% にしておかないと。リカちゃんは消えたか、さすがに。さあ今ならしっかり 100% だから、上後に向かってさあぶっ放していく。やべえ、当たんなかった。ちゃんと根元から当てて。やべえ、遠くのは一旦離れよう。さあこれは離れるか吉。この距離なら食らわないだろう。大迫力だ、上に乗ってるわ上後で。降りてきたところを俺はすかさず蒸しかましていく。火力高いねやっぱり。またちょっと待って、避けらんない、これどうしよう、やばいこれ。あー怖すぎ、あぶねー。3残ったわ。さあただね、反転術式は俺しっかり持ってるからね、特急だし。あぶねー、ワンチャンマンポされてたわ。まさか極の番連発とは。じゃあちょっとそれならそろそろ奴に挑みに行くか。さあ賢者くん、さあやべえ速攻来た。一旦振り下ろし攻撃でしっかり払いながら、さあもうやっちまうか。行くぜ、領域展開、ヨアの明星。さあ奴は体操変化打ってきてるな。押し合いといこう、まずは。さあぶちかまして。いやただやっぱ奴あれだな。何、ちょ待って、押し負けたわ普通に。さあ一旦離れて、うわえぐいな、あの体操変や。さあこれもう打ってみるか。じゃあもうそしたらボンバイエ。さあ上げて上げて上げて。さあもう目の前でこのブラックホールをぶちかましていく。さあこれを待って、倒したぞ、呪詛師を倒した。そして俺も死んでいく。ただなんと俺は蘇ってしまうと。なぜかってマイクラだから。すごいチート、ただ確定相打ちだからな、もうこれはしょうがない。さあブラックホールの後見に行くか。相変わらずすげえな、この火力が。とんでもないや。火力的にはどうなのか。特急ジュレに撃ってみるか。さあ、目の前でぶちかましていくぜ、おらははは。さあ、避けられるか、この破壊力。待って、一瞬で倒したわ。最後まで放つまでもなかったな。見て、この、遠くから見てわかる破壊力。穴開いてるもんな、普通に。じゃ、ちょっとそれなら最後、奴にぶちかましてみるか。さあ、いたぞ。両面スクラ。開幕ちょっと撃ってみていい？このスクラを倒しきることができるのか。さあ、ブラックホールをかましていく。ああいう角度で。さあ、どうだ？さすがに、いやでも倒せなさそう。あ、倒せないか、半分くらいか削ったのは。ただ反転術式で今もマックスなんだけど。なるほど、半端はできないか少なは。いやそれならもう削るしかない。さあボンバイ 100% にして、次はさあ行くぜ、領域展開、ヨアの明星。さあ閉じ込めて、オッケー。そっからの振り押し攻撃、やべえ待って、押し負けたわ普通に。それなら普通にちょっと殴ってって、オッケー。シュートかますか、この距離で。さあしっかりこれかましてって、オッケー、当たってるな。さあ結構いいんじゃないか。それなら最後は行くぜ、ボンバイへ。さあ上がってって 100% から。さあめちゃくちゃ上げて、このブラックホールに巻き込めれば。さあこのままオッケー、倒したぞ。そして俺は死んでいく。相打ちえぐいよなやっぱ。まあ、ただスクラワンパンとまではいかなかったか。半分以上削ればワンパンできるって感じだな。ただ賢者かはもうワンパンしたからな、ほぼほぼ。でちょっと最後に、さあつくもさんの戦いを旗から見よう。ブラックホールがどれくらいなのか。さあ撃ったぞ、おはははは。
えぐすぎる。すげえ周りを削っていく。えぐすぎる。ブラックホール。そりゃ死滅するわ。